嵐大野里氏は、宮古島に行かれている、スタート社福田敦氏新社長、高言、にもう批判。辞めるんじゃない脱退対処への心配の声。12月8日、旧ジャニーズ事務所、現スマイルアップは、新会社、スタートエンターテイメント、スタートエンターテインメントの立ち上げを発表した。 スタート社の代表取締役 CEO に就任したのは、ノン・ノーネン・レナ30のマネジメントを担当する株式会社スピーディーの福田敦氏58。福田氏は12月9日配信の経済メディアニュースピックスの1時間インタビューに応じ、事務所の今後や世間から向けられる懸念の声などについて多く語った。しかし、 同インタビュー中に福田氏が活動休止中の嵐大野里氏43の所在地を明らかにしたことに批判の声が紛失しているのだ。福田氏はインタビューで木村拓也さん51など旧ジャニーズの所属タレントと面談を行っていることを話していました。そこで聞き手が活動休止中の大野さんと面談したのかを尋ねたところ、 福田氏は大野さんが宮古島にいることを語ったんです。女性史ライター。と大野が宮古島にいることを公言したのだ。これまでも複数メディアで、大野里氏が沖縄、宮古島にいる同地でリゾートホテル経営に取り組んでいるアトリエを完成させたなどと報じられてきました。現地での目撃情報もあるため、 大野さんが宮古島にいるのはほぼ間違いないと言われてきましたが、これまで事務所は公式に明らかにはしていなかった。当然ですが、所属タレントの居場所を明かす事務所はありませんよね。しかし今回、それを社長である福田氏が公のメディアに語ってしまった。しかも、大野さんは活動休止中で休養中。 そのタレントの所在地をあっさりばらす、この福田氏の軽率な発言に、批判の声が殺到しているんです。全道福田氏の発言は嵐。大野のファンの間で問題視され。社長になる人が、活動休止中の所属タレントの今を普通言うあり得ない。社長になるんだったら、最低限のモラル持ってほしい。いい迷惑すぎる。 どこの世界に社員のプライベートベラベラ喋る社長がいるんだよ。といった批判の声が SNS に殺到しているのである。そして、この福田氏の発言がきっかけで、いよいよ大野のが完全引退を決めるかも、という懸念も。大野さんは芸能活動で疲れて、本当は完全に芸能界を引退するつもりだったと言いますからね。 事務所や嵐メンバーが説得して、とりあえずの落とし所として活動休止の形になったと。嵐は11月3日から25周年のアニバーサリーイヤーに突入していますが、大野さんが首を縦に振らず、25周年の稼働が絶望的なこともすでに報じられています。加えて、嵐はグループ全員が仲が良いのは知られていますが、 大野さんとリアルに連絡を取っているのは、二宮和成さん40ぐらいとも言われています。そして、その二宮さんも独立。そのため、大野さんが旧ジャニーズ事務所に残る意味はなくなってきていると言われていますね。ワイドショー関係者。そんな状況で、福田新社長が大野の宮古島生活を脅かすような発言をしてしまったとも考えられる。 わけで。今まで黙って見てたけど、大野くんのことペラペラ喋ってんの普通にやばくね嵐復活どころか大野くんやめるんじゃないこっちは望み薄いかもだけど、大野くんの帰りを待ち望んでるのに、現在地を勝手にバラす社長がいるところに戻ろうなんて誰も思わなくない大野くん、逃げていいよ福田敦氏から。 公にされていない居場所という個人情報を勝手にばらす福田敦氏についていく必要は一切ないそんな声が多く寄せられている福田氏は12月9日に行われた報道陣の取材に僕はただ経営をする人とも発言タレントへの向き合い方はスタート社の CEO 最高執行責任者に就任する井原義彦 46にお願いする旨を明かしていた。福田氏は同日に配信された文春オンラインのインタビューでも井ノ原は経営。福田氏はタレント要請がわからないため、お互いに役割分担をしている、と話している。井ノ原さんがいるとはいえ、タレントへの向き合い方が分かっていないと明かしている福田氏が CEO に就任し、さらに宮古島居住までばらされた。 大野さんが福田氏やスタート社に不信感を抱いていてもおかしくないでしょうね。大野さんが辞めるときは、当然、嵐からも脱退となるわけで、そうなれば嵐は解散となるでしょう。常々、嵐メンバーは、5人でないと活動はしない、と明言していますからね。迂かつな発言はしないで、と井ノ原 CEO は思っているのではないでしょうか。 全室のワイドショー関係者。ファンの間でも無理に復帰しなくて良いという声も増え始めている王の。福田新社長の発言は完全引退の後押しになってしまうのだろうか。嵐の公式アカウントは活動休止後もメンバーの誕生日を必ず祝福している。